今回は水星の魔女の乙女ゲーム欲しくない？に対する反応をご紹介します。最初は主人公をスレッタかミオリネか選択するやつで、スレッタだとグエスレルーとビム生存平和時空、4スレルーと強化人士周りを平和的に解決して4号の命を救える。ミオリネだとシャディミオルーとスペア氏問題解決しつつシャディクが落ちる前に救える。家族ルートでリングとプロスペラとクワゼロ周りの全ての経緯と全貌がわかる。これら4つを経由したらスレミオプルールートに行ける乙女ゲー作ってくれ絶対買うから、バットはクワゼロ完遂エンド、ミオリネ悪の総裁エンド、シャディクの目的完遂エンド、4BBA 勝利エンドなど、バットにはスレッタ闇落ち魔女化エンドも欲しい。スレミオルートのバットで心中させて、それもいいな。本編見ながらみんながこうなるかも。っていろいろ考えた展開全部乗せゲームがいい。これだけノリのいい公式ならみんなでツイッターでつぶやきまくるか、バンダイの要望サイトみたいなのにリクエスト送りまくればワンチャン作ってくれないだろうか。今回はノーマルルート感あったから様々なルートのゲーム出してほしい。みんなが見たかった学園ラブコメもこれなら随所にたんまり入れられる。なんか男たちが自身のルートで頼りない感じになりそう。グエル矢印ビムに逆らえず、ウジウジエラン矢印会社に逆らえず、シャディク矢印テロニライ。シャディミオルート多分一番最難関ですよね。ミオリネとグエルの仮面婚約者から始まるルートはないんですか？本編だけだとわからないことが多すぎて、デリングとプロスペラがどういう経緯で組んだのかとか、ゴドイさんは結局何だったんとか、プロスペラがリプリチャイルドを作るに至る経緯とか、ノートレットと関係あるのかないのか疑惑とか、そこら辺全部いろんなルートで保管できるゲームがいい。二昔前ぐらいならその手の急増品だけど、視聴者が見たい譜を見せてくれる ADV ゲームが出たもんだが、現代じゃ出ないだろうな。いやでもフルメタで PS4 のゲームが出たから案外いけるか。ミオリネ側にもエランルートあってほしい。サマルートでスレッタとは別方向から強化人士やガンダムの呪いを明かしていくルート的な。これですでにゲーム制作準備してました。実はその反則のため、視聴者にいろいろルート想像させるように作ったアニメだったのですって公式がお出ししてきたらヒレ伏すわ。もしこれだったら全力で手のひらドリルになるわ。これやったら脚本がバイト帰って笑ってたの土下座するわ。エアリアルのプラモの赤目が伏線だったとかあったらマジで土下座する。実際キャラ多いんだけども、それでもキャラが魅力的ではあるんよな。その分ピックアップしたルートのゲームとかあったら嬉しさで絶頂するわ。地球溶岩と医療開発のノーマルルート、エリクトが特別な理由は明かしてほしいし、ガンダムの呪いをちゃんと克服するルートも欲しい。4号もエリクトに似た存在になってるのも謎。データストーム空間にいるだけならまだしも、白パメってたのは予想外すぎた。他のガンダム乗りに確かそんな感じの描写がないからなおさら。ストーリー補完含めたキャラ攻略できるゲームは本当に欲しいくれ。ソフィルートっていうか、フォルドの夜明けに焦点当てたルートも欲しいな。ソフィのお姉ちゃんになるルートかね。唯一ソフィとのレアの命救えるルートになるかもな。ドラマ CD の演劇で4号とスレッタが役名を捨てて駆け落ちするアドリブやってたけど、もし乙女ゲーで4号ルートあるなら役割を捨てて駆け出すのかな。本編後はですでに4矢印スレの好感度がめちゃくちゃ高かったら、僕と違うってなっても拒絶決闘ルートにならずに駆け落ちルートかもしれない。でも駆け落ちは4号ブルーじゃなくてバットよりだろうな。4号を死なせずにエンドに持っていくの難しいな。6話の決闘直後に好感度 MAX 地の4号が全ての事情を話す矢印地球寮で保護、インキュベーションパーティでペイルを告発する流れかな。激ムズ隠しルートでいいから、ネームド全員生存超ハッピーエンドも欲しい。悪いことした人も多くいるけど、それでももしかしたらを見てみたい。20パターンくらいはエンディング欲しい。グエルルートはビム生存でもいいけど、ビム殺し55話は本編通りで、17話の告白をスレッタが受け入れるルートも見てみたい。これが CEO ルートかな。シャディクルート比較的早めに味方になるパターンと、シャディク救うのに支障がない程度にギリギリまでロミジュリみたいな感じになってるのの両パターン見て、一緒に動いてて息ぴったりなシャディミオも、本編みたいなじっとりシャディミオも欲しい。強欲に行きたい。シャディクルートで絶対に二人の出会いとコンペの回想入ってくるね。めちゃくちゃ見たいんだが。PS2 から PSP 時代だったら確実に出たのに。
時代が憎い。誰かそのうち同人芸で本当に出しかねない程度にはちょっと掘り下げ会がありすぎる。キャラも世界観も。ニカ主人公で乙女芸もかなり面白そう。立場的にジェターク以外は関わってくるから。魅力的なキャラが多すぎるのでマジでゲーム出してほしい。メイン5人スレッタ、ミオリネ、グエル、エラン、シャディクがプレイアブルキャラでそれぞれ3個くらいルートあるやつ。テレビ版の最終回って乙女ゲームの攻略1周目でスレッタ主人公でミオリネエンド迎えたって感じの情報量と解決だと思う。1周目はどう頑張っても4号くんやシャディクやソフィ、ノレアなどを救うことができない。それから2周目3周目で御三家攻略してどんどん謎が明らかになって全員攻略したら真相ルートとか大断円エンドに行けるやつ。やっぱりイフルートのあるアドベンチャーゲームは欲しいよな。欲しいよ。全員生存ルート未定よ。プロローグ開始からプレイ。いやスレッタが生まれねえ。4号とシャディクはそもそも何が救いになるのかわからないな。二人ともプルーエンドで死ぬヒロインオーラール。風化雪月みたいに自由にお見合いおばさんできるシステムがいいな。4号とシャディクの救いは生存4スレシャディミオエンドに決まってるやん。スレミオは別ルートで友情エンド、恋愛エンド、死別試練エンドとか用意すればいいから。借金にする必要ないし学園ラブコメと心情描写たくさん入れてくれ。ラーゼフォンのゲームみたいなの出してほしい。いろんなルートを見せてくれるやつ。マジでゲームになってほしい。こういうのはどこに要望出せばいいの？バンダイ？乙女ゲースレでこういうの言うのもなんだけど、候補母対象キャラ以外の掘り下げもついでに言っていただけるとありがたい。グエルルートならラウダたちの話が見たいし、シャディクルートならガールズの話見たいし、エランルートならヨウとかペイルがどんな会社だったのか見たいし、サムとはもちろん大人組も気になるんじゃ。グエルルートはペトラが女友達のポジションになってくれるの美味しいな。アニメでも書かれてない3年間で絡みはあったんだろうけど、ペトラともっと絡むスレッタみたい。各フィルター抜きにしても回収し損ねてるフラグが多いように思うのがグッドエンド感の原因かな。マジで乙女ゲー的なもの欲しい。乙女ゲーというか、恋愛要素もあるアドベンチャーゲームって感じでもあるな。乙女ゲーやギャルゲーとしてカテゴライズされてなくても各キャラルートのあるゲーム作品ってあるし、それに近いものを感じる。エリクトルートいいね。大断円エンドをクリアした後のおまけ隠しルートになりそう。すべてのキャラ攻略ルートを美味しくいただいて、水星の魔女世界を味わい尽くして、未公開設定も過去もエピソードも全部モリモリにしてお出ししてくれ。見えない地雷の時に誰を頼るかでルートが大きく分岐するんだよね。わかる。アニメでは4号かミオリネかだったけど、ゲーム分岐だとグエル選択肢もあって、その後ペイル寮に住むか地球寮に住むかジェターク寮に住むかが決まるんでしょ。めっちゃくちゃやりたい。今すぐやりたい。ミオリネを選ばないとカブガンノーマルルートや大断円ルートに行かないやつだな。それはともかくジェターク寮やペイル寮に入ってたらどんな話になるのかすごい気になる。御三家共闘が見られるルートはどこですか？各ルートのエンドロールでどんな音楽流れるか気になるんよ。グランドルートでは本編通り宝石の日々と祝福の二段構えっぽいけど、他ルートだと君よけ高くあれとか流れたりする。祝福使うのはグランドエンドだけがいいね。もし別個でエリクトプルールートがあるならそっちでも使ってほしいけど。シャディミオルート登場人物の会話が頭良すぎてプレイヤー置いてけぼりになりそう。ぬるいと言われても構わねえ。イフでしかないと言われても構わねえ。とにかくいろいろな世界線が見たい。スレッタが特定キャラとはくっつかない。みんな仲良しルートも欲しい。CP 関係ない友情ルート、ギスギスして嫌なんじゃ。ギアスのみたいに折主人公で原作ルートに介入していくやつなら割と期待できる気がするけどな。推しカプを幸せにするために奔走して、ラストは目の前で爆散して傷になりてえ。攻略 ADV ゲーム化希望。ゲームで水星序盤の頃の学園感たくさん味わいたい。水星に関しては絶対作ったら売れると思うんだよな。バンダイさん頼むよ。ご視聴ありがとうございました。皆さんの感想楽しみにしてます。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。